はい、トリマンチャンネル始めていきたいと思います。10月31日土曜日、10月のねファイナル営業日でしたということで、カラトトリマン10月営業終了。はい、というわけでね、もう結果発表いきたいと思います。前年アップねできましたでしょうか。どこじゃん。はい、前年 102.8% 前年アップ達成は、はい、見事ね、有言実行ね、前年アップ勝ち取れましたね。本当に地域の皆様とね、もう今月は本当にご近所のね中野町のガリバー企業のね専務さんにいっぱい助けていただきました。ありがとうございました。はい、というわけでね、最終日どんな感じだったかねちょっと話していきたいと思います。最終日ね、前半はねちょっとゆっくりというか今までとね違った流れでですね、まあ、最近ねテイクアウトはほとんどなかったんですけれどもね、今日はね序盤2件テイクアウトいただきまして、じゃんね、GoTo Eat のねお食事券で、まず、お二方ね、チケットをね使っていただいて、これ足してのね現金と合わせての、テイクアウトをねいただきました。でびっくりしたのが、まあ昨日かな、昨日おとつい GoTo Eat のね旗を外にも出しっぱなしにしてるんですけれどもね、 GoTo Eat の食事券が使えますよっていうね、のぼりが、GoTo Eat グッズに入ってたんでね、本部の方から送られてきたやつが入ってたんで、もうそれをね、隣の貴前さんがねもう出しっぱなしにしてても、特になんか盗まれる気配がなかったんで、ああ盗まれないかなと思ってですね、もううちももう出しっぱなしにしてたんで、まあある程度ねもう通行人の皆さんにもね、トリマンは、GoTo Eat の、お食事券がね使える店だということはねだんだんと周知されてきてたのかなっていうねふうに思います。はい、で、一元さんがね今日は本当に GoTo Eat お食事券を使ってテイクアウトしてくださったので、めちゃめちゃ嬉しかったですね。でお話聞いたら、お知り合いお友達から、ここおいしいよっていうねお話を聞いて、GoTo Eat のねお食事券使いに来ましたっていうね嬉しいお言葉をいただきました。で今日も電話でもねお問い合わせがありまして、GoTo Eat を使えますかっていうねお電話と、テイクアウトねできますかっていうね、テイクアウトのにもあの食事券使えますかっていうようなね問い合わせが1件ありまして、多分その方じゃなかったかな、多分声が似てたんで、まあ、もう一方のね、テイクアウトのお客様が多分その方だったのかなと思いながらですね、序盤から、立て続けに2件ねテイクアウトいただきまして、ね、お食事券使っていただいたんでね嬉しかったですね。でまあその後ねちょっとゆっくりかなという感じだったんですけれども、2件ね、ご予約いただいておりまして、まあ前半からねドワーッとブワッという流れが来まして、そしてねびっくりしたのは、まあそのお座敷ねご予約いただいた5名様も、前回のご予約いただいた時に、トリマンが YouTube やってるっていうのをね調べたら、予約するために調べたら、ホームページからブログからなんか何だらかんだらね全部見ていただいたそうで、 YouTube にもねチャンネル登録してくださってるみたいでね、YouTube もちょっと見ていただいてるみたいでね、本当にね嬉しかったです。はい、ありがとうございます。でなんだかんだでね今日はね、まあ昨日初めてね、お食事券をね使ってくださったんですけど、まあ2日前からね一昨日から使える体制になってたんですけど、まあ一昨日はまだね周知されてなかったんで、まあ実質昨日は初日だったんですけれども、昨日ねいきなり売り上げの3割ぐらい
32% かな、3割程度汚職事件の、ね、割合があったので、うわーと、ね、びっくりしたんですけれども、今日はね、まあ、昨日までのはこの件だったんですけど、今日はなんと、ローソンでね購入できるこっちのタイプのね汚職事件を、大量にね使ってくださいまして、びっくりしましたね。バンとバンとね、本当に一束ワンセットっていうか2セットですよね、2万円分これで払ってくださった方もいましたしね、という感じでですね、初めて見たんですけど、こんな感じなんですね。で、20枚入りの場合はこんな感じなんですね。この本件はで、この場合はね、上が使えないんで3枚でしょ。で、これも上が2枚で、こっちは使えない、こっちは捨ててくださいみたいな部分なんで2枚でしょ。それで間もう1個ね、本件は汚職事件ではありませんよっていうのがありますから3枚でしょ。だからよくね見ないとね、これ初めてだったんでねびっくりしたんですけどね、全部こんな感じで4枚綴りなのかなと思ってたんですけど、あ、そうじゃないんだと思ってね、今日はねとっても勉強になりましたね。もう実践編ということでね、いきなりバンとで、結構もう買ったまんまのね、買ったまんまで、もうこのままコンビニの場合はね、切り取り線からもうこのまんまもう渡してくださる方がね、ばっかりだったんでね、この綴りになっております。はい。で、今日も、3割近くね、汚職事件のねご利用いただきまして、めっちゃねテンション上がりましたね。もう最近というか、まあ、実質昨日からなんですけどね、汚職事件をね、まあ、使ってくださるねお客様がいるとね、めちゃめちゃテンション上がりますね。うわー嬉しいなーってなりますもんね。で、使ってくれるねお客様の方も楽しそうにね出してくださるんでね、なんかお互いねなんか嬉しい気持ちになるなと思って、これなんかいい感じだなと思ってですね、なんか嬉しい感じでございます。はいはい、ということでですね、まあこういう汚職事件ねがっつり使ってくださいまして、で、まあご予約のお客様と、まあ一元のお客様と、で今日ね、ファイナル営業日、なんと、まあ白星だったんですけれども、さらにですね、今月初めてのね、超炸裂ね、超炸裂が飛び出しました。ここ最近で言っても一番ぐらいじゃないかな、ちょっと待ってね。はい、ちょっと確認してまいりましたけれども、コロナ禍で4月以降で言ったら、夜のね売り上げだけで言ったら、まさかのね今日は、一番でございました。しかもね10月のねファイナル営業日でね、今日の売り上げ以下で、まあ、前年アップがね勝ち取れるかどうかっていうね、大事なね、一戦だったので、いやーしびれましたね。まあ、まあ去年に比べたらね一人少ない人数でね今回しており、コロナ禍はね回しておりますので、まあそんな中でね、まあ、去年よりね、上のね売り上げを作れたということはね本当に嬉しいですよね。で、まあ去年は去年でもう、消費税ね増税で、まあ食らってたわけで、まあそんなにいい売り上げではなかったんですけども、まあまあ落ちてた売り上げなんで、まあ、素直には、まあまあ喜べないんですけれども、まあそれでもね、大した売り上げではない、まあね、ない、まあ平時で言えばないんでしょうけれどもね、こういう時期ですし、まあ去年が悪かったとはいえ、まあ先月もそうですけれどもね、9月も去年が悪くて落ちてる時だったんですけれども、まあまあそういう売り上げだったとしてもね、やっぱり目標達成ね前年アップっていうのはね本当にありがたいしね嬉しいですね。本当に、本当にね、
支えてくださったね、地域の皆様とね、常連さんね、スタッフの皆さんね、本当に心からね感謝申し上げますという感じでございます。いや本当に嬉しいです。はい、でまたね明日がちょうど、休みっていうのがね、定休日っていうのがね、またやりきったなという感じでね、嬉しさもね本当に、ひとしおでございますという感じでございます。はい、ということでね、まあ、10月終わりまして、でちょうどね昨日から GoTo イートねお食事券をご利用いただいてまして、でちょうどね、10月利用分はね10月20日から、山口県は使えるようになっているんですけれども、20日から31日で1回閉めて、で、11月ね4日までにその本部の方にね、換金受付が、締め切りが11月4日までに、この券をね送らないと、入金してもらえないので、まさかのね、送り先がね、大阪府の守口市、八雲中町っていうところまでね送らないといけないんですけれども、まあ、ちょうどね、2日ですけれども結構ねたまったん でこの後ろ側にね、ハンコ店のねゴム板をして、で下のね、加盟店コードを書いて、でちぎって伝票に書いて、おいでもってこれの封筒に入れて、でなおかつ、このレターパックに入れて、でさっきの住所のところを、まあ、シールでもう、もらって、一緒にその GoTo グッズに入ってますのでシールペタッと貼って提出して、ほいで、入金が、11月のね30日の予定になっておりますということで、1ヶ月後にね入金されます。まあ今月はねもう、初めてすぐ入金もう締め日だったんで、まあいいんですけど、来月はねどうなんかね、まるまる1ヶ月貯めちゃうと結構しんどいから2回ぐらいに分けて送った方がいいんかな。まあちょっと明日またね、まあ書いてますね、送付回数は、月ね2回を目安に各自で、ね決めてくださいみたいなね、1回にまとめて送付も可能ですみたいな書いておりますね。うん、ね、で万が一、締め切り日をね過ぎてしまった場合は翌月分での入金となりますので、あらかじめご了承くださいっていう感じになっておりますのでね、まあしょうがないね。まあでも実際ね、まあとりあえず売上としてはこの券を使っての計上をねこの2日間経験しましたけれども、まだねちゃんと入金、は経験してないので、まあ、入金してちゃんと通帳を見て入金を確認するまでは、利益としてね、利益というか、まあ、ちゃんとしてね数字として計上できないので、入金して初めて利益になりますよという感じなんでですね、まあ支払いの方にも回しますけれどもね、入金するまではちょっとね、本なんかざわざわざわというか安心できないんでね、っていう感じですね。でまあね、もうなんぼね売り上げがあったとしても利益がね出ないと意味がないので、売り上げはね良くても、利益が残らないとね何やってんのかは意味がわからないので、売上よりもやっぱり利益ね、なんぼ残るかっていうのがね大事だなっていうのをね、この今コロナ禍での、戦い方かなっていう感じでございます。はい、まあ売上もね大事なんですけれども、まあ、今のところは利益ね、なんぼ残るかという感じですね。実際なんぼ銭が残るかっていう感じですよね。
でも今ね現金取り扱わないところもあるでしょうから、もうね銀行のね通帳の数字見るだけだったらねもう数字が増えた減ったっつうだけなんで、金のね動きっていうのは、まあ、特に、実感なくて、もうそのね、銀行の通帳のね数字が増えた減ったっちゅうだけなんでね、もう数字を増やすある意味ゲームですよね、うん、今のなんか、金儲けっていうのは、うん、もう、まだねちゃんと現金的に現金じゃねお金はキャッシュレスキャッシュレスというかデジタル化はしてないので、まだねこういう、お札のやり取りとかはあるかもしれないんですけれども、まあ株式の方とかだったらもうね株券今ないからもう電子化されてますから、もうね株価増えた減った、金がね溶けたなんだっつうのはもう数字がね減ったり増えたりっていう感じなんでね、まあ、今から現金もそんな感じになっていくのかなっていう、ね感想でございます。はい、で今日ね、悲しいねニュースというか、9月のね有効求人倍率がね発表がございましたけれども、まあ 1.03 倍ということで2013年12月以来のね、1.03 倍となったわけで、9ヶ月連続マイナスになっているということでございます。これはね、非正規とかも入れての数字なんで、正社員に絞ると 0.78% になるそうですね。まあ、100人いたら78人しか正社員になれませんよっていうことなんで、もうね今、ね罵倒されようが何しようがね嫌がらせを受けようがねもう、ね今勤めてる会社ありましたらね、しがみつくべきですね。もう転職なんかねよっぽどスキルがあるとかなんとかね、ある人以外はね、凡人はもう普通に普通の人はねもう普通に会社にね、しがみつきましょうというね、数字になっておりますのでね、転職する人はね今大変ですね。でもなんか企業はねもう早期退職ね、退職金割り増し出しますからね、早期退職してくれませんかっていうね会社ばっかりですから、特に大手はね、でもね、退職金水増ししてくれたとてね、うん、まあ今40代ぐらいでね、首切りがねやめてくださいっていうのがねもう大手はもう流れになってますので、40代でね、まあ、多少多めに退職金もらったとてね、働かないわけにはいかないので、まあ自分でね何かするしかないんですけれども、じゃあそこから、まあ起業するなりね、まあ独立するなりね、したとしても、まあ10年生存率はねもう 5% 以下ぐらいでしょうからね、5% ぐらいだったかな、まあ100人ね起業したら5人ぐらいしか生き残れませんよという感じで、しかも5人の中の、5人生き残れた5人の中でも、実際食える人はそこからねまたさらに減るわけですから、生きてるだけですよっていうのはね 5人なんで 5% ぐらいだとしたら、飯食えてますよと、ちゃんとねある程度、ゆとりのある生活ができてますよっていうのはもっと、半分以下になるでしょうからね。40歳でね、まあ、多少銭ねキャッシュ持って抱えてね、退職金もらってね、じゃあ自分で何かしましょうかってなってもね、もう体力もね、脳みそもね記憶力もねもう落ちる一方ですからね、そのピークアウトしてる時にね、じゃあ今から新しいことをやりましょうかとか、じゃあ今持ってるね、自分のスキルで何かしましょうかっつってもね、今度は今までは会社のね信用とかがあっての看板あっての例えば営業とか、まあ取引先とのねやり取りだったんですけれども、個人のね信用のみで名前のみで、今度はねやっていかなくちゃいけないってなるとですね、またちょっと話が変わってきますので、ピークアウトしたね、まあその肉体的にもね、脳みそ的にもピークアウトした状態での、
独立企業というのはね、なかなか大変じゃないかなっていうのはね、思いますので、必ずしがみつくことを、お勧めしますという感じですね。やっぱりね、何でもそうですけど、若い頃から、まあ、長年継続してやってるからできるわけで、今日たまたま来ないのかな、例えば、自分の名前をね、かけって目つぶってかけつって鉛筆持ってね、かけつってかけるのはずっと自分の名前を書いてるからだみたいなのね、たまたま、元日本ハムのね、岩本さん、新庄剛志さんがね、出てた回のね、なんか YouTube でイップスの直し方かななんかで出てましたけれどもね、もう本当に何も考えんでもできるぐらいまでね、岩本さんがイップスになった時のね直し方っていうのはもうひたすら投げてたって言ってましたからね、もう何も考えないでも、投げれるぐらいの、できるぐらいのことをねずっとや繰り返し繰り返しやって克服したみたいな話ですけれども、ね、もう本当に商売なんかもそうじゃないかなと思うんですけどね、もう体力勝負ですよね。まあ私はね独身で、まあ家族もね子供もいないんであれなんですけどもね、よくね、子育てをね、やってた、終えた人とかがね、に聞く話ですけれども、子育てもやっぱ体力勝負なんで若いうちじゃないときついよと、40過ぎてね子供作ったら本当にもうね命、すり減らすぐらいのねなんかもう本当にしんどいよというね感想をよく聞くんですけれども、商売でもね同じだろうなっていうのをねやっぱり、実感しますね。もう私も今年で創業14年目ですけれども、やっぱり40過ぎたらねまあもうガタがきますからね体。今年かな、今年というか最近かな、ここ1ヶ月ぐらいかな、もうずっと膝が痛い状態が続いてるんで、今までね14年間でもっと言うなら、まあ20歳のぐらい、20歳21ぐらいから、まあ、バイト時代からも入れたらね、まあ実際居酒屋業界にタッチしたのが21歳の時なんで、まあ20年ぐらいねずっと立ち仕事をしてるわけなんですけれどもね、膝が痛くなったことなんかねなかったんですけどね、膝が痛いんでね今これなかなかねもうジジイの動きをしたりしますからね、スローなですのでね、やっぱり体がね万全な状態じゃないとできませんのでね、やっぱりピークアウトしたね状態での起業はあんまりお勧めしませんよっていう感じですね。よっぽどその、ね雇われの時というかね、の時によっぽどなんか成績を残してるとかね、よっぽどなんか特別なスキルがあるとかね、なんかもう秀でたその業界においてはねもう他の追随をね、ないとかみたいな、そんなね、スペシャルな人間が、独立するんだったらまあありでしょうけれども、もう普通の人でしたらねもう絶対しがみつくべきですよね。特にもう大手の人がね辞めるとか意味がわからないですよね、うん、少々ねボーナスが削られたとてね辞めたらねもっと下がりますからね、うん、例えば何やったかな、アナかな、アナかなんかだったかな、平均年収が700万とかやったかな、もっとやったかな、うん、で、ボーナスカットとか給料カットでそれが400万ぐらいになるとか言ってたかな、700万からね400万に下がるんですからね、うん、ただ400万って言っても地方の、中小零細で言ってで言えば400万ないとこの方が多いですからね、もうサービス飲食業とかになったらねもう300万とかでもいい方じゃないかなと思いますからね、300万ね、割る12で言ったらねボーナスなしで、月25万で、ね、総支給が25万という感じで、普通にね求人票とか、まあ持ってけ、まあ、こっちで言ったらね持ってけとか求人情報誌とか見たら、25万って書いてたら多いなと思うけど、年収にしたらね300万ですからね、ボーナスなしのこの給料だけで言ったら300万ですからね、ボーナスがなかったらなかなか400万はいかないですからね、キャリアなしのね全然かじってない業界で何のスキルもなしで、
30万もらえるところはまあないでしょうからね。もう歩合でもう立ちの悪い営業、かなりノルマのね、厳しい営業とかね、営業きつい営業をさせられる正社員とかだったらあるかもしれないですけれども、まあ普通にやってね、30万もらえるような会社はないでしょうから、まあ厳しいですよね。ですからもう、もう特にね、今若い子が結構すぐ辞めちゃうとかね聞きますけれども、若い子はね本当に、間違いなく一番最初にね新卒で入ったところが、特別なスキルがなければ、新卒一発目に入ったところが一番てっぺんですからね。あと転職すればするほど、まあ、給料下がるのがねもう、そんな流れなんで、ぜひ、一発目にね新卒で入ったところにしがみついてくださいという感じでございます。もうだからもうなんかね、ニュースとか聞いてたらですね、もうだんだんこっちの世界になんかみんな落ちてきてるような感じでですね、マジかと、もうなんか一億総貧乏ね、総貧民になってるなーっていう感じで、まあ何年か前にね森永卓郎さんがね、いつぐらいかな、バブル後ぐらいかな、まあ忘れましたけど、年収300万ね時代が来ますよって言ったらね、その当時みんなに笑われてましたけどね、まあそういう本を書いてましたけれども、今逆にね言ったらね、もう本当に年収200万時代が来たなっていう感じですよね。200万割る12でね、総支給でね16万、まあ約17万ぐらいですからね、まあ、何のスキルもなく地方だったら、まあ17、8万正社員募集社保つけますとかいうね求人は結構見ますもんね。まあそれでボーナスがなかったら200万ですからね、まあまあありえますよね、うん、なんだったらもう180万時代が来たとかいうねいう話もありますからね。180、12、15万ね、総支給で15万だから手取りで言ったらね10万ちょいぐらいですからね、それで生きるってなったらまあなかなか大変ですよね。でまあね、ダブルワークをしねやりましょうとかね、副業をね解禁とか、まあ、JAL とか ANA とかが、ね、電気屋とか、運送業とかね、トヨタの、ね、工場とかに、ね、出向させられる時代ですからね、まあ、うちの、ね、アルバイトちゃんもね、CA になるのが、ね、夢でずっと勉強してましたけれども ね、この間聞いたんですけど、ね、CA になるのに入ったのにね、工場とか運送業でね、まあ、工場勤務とかを出向させられたら嫌やろって言ったら、はいって言ってましたけどね、CA の仕事がしたくてアナなり JAL なりに入るわけであって、職がね、仕事、まあ給料保証されたとしてもね、工場勤務させられたらね、それは違うだろうというね話になると思いますし、まあ若い子だったら多分辞めますよね。俺はこんな仕事がしたくて、まあこんな仕事って言ったらね、まあいいよ、まあ語弊がありますけど、ね、やりたい仕事があってこっちに入ってきたのに、全然全く違うね業種に出向させられてね、やってられるかってなると思うんですよね。ですので、今からまあね、大手も出向の話がねいっぱい出てますけれども、まあ雇用をね、維持するっていう点であって、あればまあね、まあ素晴らしいことだと思うんですけれども、やっぱり、モチベーションがね持たないと思いますので、まあ、離職者ね辞めますっていう人がねどんどん増えてくるでしょうからね、まあまずは出向で、次はもうそれでもダメならもうあとはね、リストラになってくると思いますから、だんだんね、仕事のね奪い合いが増えてくるんだろうなと思います。で唯一ね、建設業だけがね、プラスになってましたからね、なんかこんなやつが出てます。はい。
でね、何個か、NHK さんのやつ見てたらね、指標が出てましたけど、オイルショックの時なんかはね、もう10年以上にわたりね、有効求人倍率がね、1倍を下回ってましたと。しかも、オイルショックの時代っていうのは、非正規って多分ほとんどいなかったと思うんですよね。ほとんどの人が正社員として働いてた時代ですから、非正規が解禁になったのは小泉竹中改革以降なんで、それまでは正社員で1倍を下回るっていうだけなんで、じゃあ今何なんって言ったから、今非正規も入れて 1.03 倍になりましたってわーわー言ってるわけで、で正社員に絞ると 0.78% ですから、なんやったらもう今の時点でオイルショック以下やないかいというね感じなんで、この状態が10年ぐらい続くのかなっていうような感じですよね。オイルショックで10年で、バブル崩壊で約10年で、リーマンショックで約5年ぐらいなんでね、最低なんたらショックの後っていうのは最低5年かという感じですよね。これ見てたら長くて14年で、短くて5年ぐらいかなという感じなんでね。で山口県に絞ったら、今有効求人倍率 1.2 倍っていうのが出てましたから、これも多分、非正規入れての数字だと思うんで、正社員だけになったらね、多分山口県めちゃめちゃ下がるんじゃないかなと思いますよね。正社員のね、求人があるかって言ったらね、多分なかなかないと思いますからね、でちゃんと食える正社員ってなったらもっと少ないと思いますからね、なかなか厳しいなっていう感じですよ。なんかのね、多分非正規とバイトとかも全部入れた数字なんでしょうけどね、昔見た数字で言ったら山口県の平均年収が250万ぐらいだったのかな、ちょっと詳しい数字ちょっと忘れちゃいましたけど、250万だったと思うんですよね。なので、なかなかね、厳しい状態が続くなという感じですね。はい、というわけでまたまだまだね、11月、まあ今ね11月1日になりましたけど、ワンワンワンの日になりましたけれども、11月もねなんかより一層厳しくなりそうな感じがしてまいりましたと。でね、本当になんかもう本能的にですね、危機感を覚えて、これやっとかんと多分死ぬなと思って、この度GoTo Eatのね食事券の方にね参戦も申請して参戦したんですけど、あ、私のね、勘というかね、肌感覚というか、まあカンピューターって言いましょうかね、当たってたなっていうのをね、この2日間の流れを見てね、確信しましたね。これやってなかったらね、多分、死んでますね、11月12月と。でまあ12月はまだちょっとなんとか持ちこたえるかもしれないですけど、11月は死んで、1、2月ね年明けがやばそうなんでね、1月2月はそうじゃなくてもね営業日数が少ないので、まあ、それでバコンと下がって、まあ、今年の3前振り返ったらね、今年もまあ増税後1月2月、まあ増税後はね、もう増税前から2019年9月ぐらいからもう売り上げ落ちてましたから、9、10、11ちょっとまあ戻りなんかまあまあ踏ん張って、で12月はまだまだなんとか持ち直してっていう感じで、で1月2月はバンと落ちて、で3月からまたバコンとね、コロナでナイアガラを食らってましたからね、ちょっと12月どれぐらい稼げるかっていうのがね、本当に生き残りをかけた、あれだなと本当に思うわけでございます。はい、本当にとりあえずこれ GoTo Eat 参戦しててよかったなと思いました。はい、まあ、このアドバンテージでね、11月もしかしたら、フィーバーできるかもしれないのでね、 GoTo Eat 食事券バブルに乗っかって金をね回していきたいなと思ってる次第でございます。まあこんなにね、まあ2日間ですけど、3割売り上げの3割がお食事券だったんで、まあ本当にね、で入金が1ヶ月後なんで、ああ借金しててね、キャッシュ比率をね、
現金比率をね高めててよかったなと、ね、本当にね思いました、うん、まあ、なんとか、金回しをね、やってまいりますので、まあ遠慮せずにね皆さんじゃんじゃんね、GoTo Eat ねお食事券買って、トリマンでね使ってください。お待ちしております。はい、というわけでね、なんとか GoTo 作戦で GoTo 特需に乗っかって11月、サバイブして生き残って、で12月もね、まあ大手のチェーン店、居酒屋チェーン店とか、もともと宴会をメインにしてる、居酒屋業態のねお店はまあ大ごけすると思いますけれども、うちは本当にちっちゃいお店なんでね、まあ 4,5 人のね宴会、まあ 2,3 人からですよね、 2,3 人多くて10人ぐらいかなね、まあ多分、4人5人 4,5 人のね宴会をどれぐらい取れるかなっていう、宴会というかね、まあ、飲み会ですよね、まあ、通常の飲み会かな、まあ、通常通り通常営業で12月どれぐらい取れるかっていうのをね、テーマかなっていう感じですね。まあ例年だったら、まあクリスマス以降ですねの怒涛の追い込みで、バッと稼いで、フィニッシュという形なんで、25以降か26ぐらいからかな、26から大晦日までで6、7、8、9、10、11、6日1週約1週間ぐらいでどれぐらいね上乗せできるかっていうのがテーマだったんですけれども、どうかなという感じですね。まあどれぐらい、まあゴールデンウィークとかねお盆は帰省ね、なかなか帰省客っていうのはなかったんで、ほぼゼロに、ほぼゼロというか、まあゴールデンウィークはゼロでしたね。で8月もまあほとんどなかったんでね、まあゴールデンウィークも8月も死にましたけれども、12月がどれぐらい、今回はね GoTo 使って帰ってこられる方とかも多いでしょうから、どれぐらいね帰省される方がいらっしゃるかなっていうのと、あとね分科会、分科会かなの尾身会長とかが言ってましたが、あと、大臣が言ってましたけれども、17連休かな、あれを実際どの程度の企業はね、言われた通りやるのかと、まあ、多分どこもやらないと思うんですけれどもね、経団連がね乗っかったら本当にバカ野郎だなと思いますけれども、どの程度ねなりますかっていう感じですね。まあもともとね、今年はお正月のねいやお休みが短かったので、どうなるかなっていうのもあったんですけれども、まあ大きいところが本当に11日までね、11月11日までねお休みするっていうのであればね、 GoTo 使ってまあ大手の人だったら金使えるかなっていう感じでね、もしかしたら逆に1月、売り上げが伸びるかなっていうね、まあ通常正月明けはね結構落ち込むパターンが多いんでね、意外と、プラスになる可能性もあるかなという感じでございます。はい、まあ、とりあえずね、今年の残りね2ヶ月ですけれども、残り2ヶ月はちょっと GoTo で乗り切ろうという、戦略を描いております。はい、じゃんじゃん使ってくださいね、じゃんじゃん、換金しますから、まあ換金はね1ヶ月後ですけど、まあ、その間はね、火を通しながらねなんとかお金はやりくりしますからね、入金までね、このまず一回この流れがね終わるまではちょっと、お金の流れがね安定しないんであれですけれどもね、なんてたってね借金しましたから大丈夫です。安心して GoTo Eat のねお食事券をねトリマンに使いに来てくださいと、お待ちしておりますという感じでございますね。はい、でもう一個ね、今月の目標だったねチャンネル登録90人をね目標としてたんですけれども、終わってみたらね94人とね、
超えて、何やったらもうちょっとで100人いけるんじゃないかなっていうぐらいのね感じで終わることができましたので、YouTube をねいつも見てくださってるね皆様ね、しょうもない話が多いですけれどもね、何にも、役に立たないと思いますけれども、まあまあ、引き続きねご視聴よろしくお願いいたします。まあ、できればね、来月で100人達成できたらなと思いますけれども、まあ無理なら、ね、当初の予定通り、年内に100人達成できたら嬉しいなという感じでございます。はい、というわけでね、目標達成できてね本当に感無量です。明日が休みでよかったという感じでございますね。帰って美味しいお酒をね飲みたいと思います。で、明日のね定休日はこの汚職事件をこれローソンのやつはねこれ一枚一枚ちぎって、このねハンコをして番号を書くね内職作業をして月曜日にね早速、監禁先にね、送ろうと思いますので、なんかねこういう生活が続くのかなと。多分今からね、休みのたんびに、ゴートゥイート汚職事件のね内職作業ですね、ハンコ押しと番号を書いてちぎって袋に入れるというね作業をするのがこれからのね定休日の新しいお仕事になると思いますので、はい、皆さんね安心してじゃんじゃん汚職事件ね使いに来てください。お待ちしております。はいはい、帰ってねお酒飲みますね。10月もねトリマーをね支えてくださった皆様ねありがとうございました。11月もよろしくお願いいたします。よし、なんとかね今年生き残りますよ。そしてね、日が変わりましてね、ワンワンは11月ね一品になりましたね。残りね18日で、私、41歳になります。また1個ね年を取っちゃいますので、体をねいたわりながらぼちぼちとね、もう無理、なかなか無理をするとその反動でねまた、本調子に戻るまでね本当に時間かかっちゃう年代になっちゃいましたので、ぼちぼちをねずっと続けてコツコツとね、まあ特になんかね、人より秀でた能力があるわけではない人間なんでね、まあスペシャルな、ね、人間だったらよかったんですけどね、スペシャルじゃないんでね、まあ、どっちかというとですね、人より劣ってる人間なんでね、まあ、唯一できるのは継続ね、コツコツやっていく、ことなんでね、コツコツとね、これからもね、ぼちぼちとコツコツとやっていきたいと思います。で、気づけばね YouTube 毎日、投稿を始めて4ヶ月ね経過しました。もうなんかねブログをねこう普通に書いてた時はねもうちょっとだれてたんでしょうね、もうどんどん投稿数がね落ちてってましたけど、昔はね、Facebook とかね Twitter がない時代の時はね本当に毎日やってたんですけどね、もうなんかFacebook とかね、Twitter の方に、だいたい Facebook に毎日ね、投稿してるんで、そっちの方をねやっちゃってて、あのブログの投稿がね、落ちてたんでね、もう今はちょろちょろって書いてね、動画を貼るというようなねブログの感じにしてるんで、もう昔のね、アイドルがやってたねブログに似てますよね。ちょこちょこってコメント書いて、写真を貼るっていうのね、もう今の、インスタのやり方と同じかな。昔のアイドルがやってたね、有名人アイドル女の子がやってたね、ちょこちょこって書いてねなんか写真貼るみたいなねやり口を、今ね動画バージョンで、まあ書いちゃうとね喋ってる内容とか重複しちゃうんでね、毎日投稿を始めてからはもう一応ね、経営者ブログっていうね、ことでね、YouTube の、ジャンルで言ったらねブログでやってるんで、まあ一応ねブログとしてこう毎日の日々の出来事をこう喋って動画にするというねやり方をやってますので、
毎日のね投稿を始めて4ヶ月ね経過しましたよってことなんでね、まあお弁当を やり続けたのも4ヶ月でしたけどね、まあ、お弁当を終えてからぐらいかな始めたのが8、9、10、11、うん、そうだね4ヶ月と、続いてますのでね、まあ継続のこのね、連鎖というか継続が続いておりますのでね、継続できる、ね、人間であり続けているのでね、コツコツとね、コツコツ人間だけがね、唯一の、長所なんでね、引き続きね何かしら継続してね、その、福利の力をね、まあお金もそうですけどね、福利で儲けましょうってね、増やすしかないですからね、貧乏人というか凡人はね、でも、日々のね日常も、この毎日のコツコツのねこの福利の効果っていうのはね、バカにできないのでね、まあ一歩一歩はね大したことないかもしれないですけどね、まあ継続していくとまたなんかね違った感じになっていくこともあると思いますので、まあ引き続き、継続してね毎日投稿をしていきたいと思います。まあブログやってる時からね、視聴というかね見てくれてる人っていうのはまあ大体ね10から20ぐらいの間ですからね、まあ YouTube もまあ YouTube の方がまだマシかなっていう感じなんで、むしろ増えてる感じだとしたらね、コンテンツとしては、まあ、ブログで書いてた時よりは、まあ、マシなんかなって個人的には思います。はい、まあねでも文章でパッと見てパッと見れる方はね、まあ楽っちゃ楽なんですけどね、まあ、見る方からしたら楽ですけれどね、まあ自分自身も後から読み返すんであればね、ブログ文章の方がパッと見れてね、ふーんって読み流せるんで楽でしたけどね、動画だとずっと見てないといけないんでね、なかなか過去の振り返りっていうのもね大変ですけれども、まあいいでしょうという感じでございます。はい、というわけでね帰って酒飲みます。はい、皆様ありがとうございました。来月も頑張ります。はい、ご視聴ありがとうございました。